電話で仕事が中断されます。精神科医カバサワシオンのカバチャンネル、今日は質問をいただきました。私は職場で電話を受ける係をさせられているので、仕事をしている最中に突然電話が鳴って仕事が中断してしまいます。集中力が妨げられるので、なかなか本来の仕事に集中することはできませんが、何かいい方法はないでしょうか、という話です。まあ、確かにそういう方って必ずいらっしゃると思うんですが、いろいろ部署によってすごい電話がかかってくるような部署もあると思いますので、若い社員の人とかね、そういう人がまあ電話係みたいにさせられちゃうと、本当に10分か15分電話がかかってくると、せっかくこう一生懸命仕事を始めたいい感じになってきた時に電話がかかってくると、せっかくの高まってきた集中力が台無しになってしまうということですね。まあ、私は本当にそういうのは大嫌いなので、私は絶対できませんけども、私は本当に1時間2時間3時間ずっと集中してやっていきたい、そういう人なので、本当にそういうことは私はずっとできないんですけど、もちろん今質問いただいた方もそういうことをやりたくてやってるわけではないと思うんで、その場合じゃあどうすればいいかということなんですが、皆さんがやってる仕事って、例えば1時間で完了する仕事ってありますよね。それを10個ぐらいに分割してみたらどうでしょうか。つまり5分でできる仕事にブロックのようにこう分割していくということです。60分連続でやるというイメージじゃなくて、5分ごとクリアしていくイメージでやっていくわけです。まずはここの部分をやろう、次この部分をやろうっていうふうに、多分ある程度分割できると思うんですよ、どんな仕事でも。例えば私なんかも文章を書く作業であれば、まず最初に構成を決めようとかですね、次最初の第1パラグラフを書こう、第2パラグラフを書こう、最後に印刷して見直そうとか、そういうふうに必ず何段階に分けれると思うんですね。1時間である場合は5、6分のやつを10個ぐらいに分けるといいと思います。そして1個ずつを集中してやっていくんですよ。まずこの部分を5分でやろうと、で5分ぐらいに切っていくと、途中で電話がかかってくるかもしれませんけども、60分でやっていくと、それが全部台無しになったかのようななんかイメージを受けるんですけど、5分ずつに分割していけば、ダメージが5分の部分で食い止められるというのかな、そういうイメージですね。もう一つこれにはいい効果がありまして、人間っていうのは締め切りを決めるとですね、脳が活性化して集中力が高まり、仕事効率が高まるんですよ。だから60分間集中できる環境で60分やろうというのはいいと思うんですけど、そうでなければ5分間で締め切りを作って5分ずつ集中していくと、比較的高い集中っていうのが作れると思うんですね。ということで、仕事をできるだけ細かく分割して一つずつクリアしていくっていうイメージにするとですね、おそらく途中で邪魔が入ってもそんなにダメージなくですね、効率よくこなせるんじゃないかなと思いますので、ぜひ試してみてください。